草加にはあちらこちらに伝説の昔話があります。西里町にある女性の髪の毛をご神体にした神社です。昔、トネリ村の若者と長者の娘が結婚の約束をしたのに破談になり、娘が毛長川に身を投げたのです。その長い髪の毛が後から流れ着いたのを拾い上げ、地元の人が供養しました。この髪の毛をご神体にした毛長神社には今も供養の人が訪れています。江戸時代にはとても考えられないほど開かれた日光街道の交差点近くにお堂が建っています。瀬崎町にある火あぶり地蔵。高校娘が母親の大病を聞いたが、奉公先の許しが出ないためその家に放火をしてしまいました。娘はその罪で火あぶりの刑にされてしまいました。地元の人がその供養のために地蔵菩薩を祀りました。街道筋にできたお堂です。今でも地域の人が花を生けて供養しています。朝日神社は氷川神社とも呼ばれ、この地域の守り神として敬われています。お米の生産が盛んで、豊作を願う住民の願いは大変大きなものでした。鳥居の藁で編んだじゃねじりは、豊作と家内安全、悪疫退散を祈願して奉納されます。このじゃねじりに、こんなお話があります。じゃねじり作りの名人、源左が亡くなったので、その息子弥吉が、今年は作ります。弥吉は父の姿を思い浮かべながら鳥居の前に立っていました。お父っつぁんほどじゃねえがよくできた。どうか今年も豊作にしてくだされ。パンパンと手を打って頭を下げます。その時、おら、空飛ぶ。弥吉の頭の上で低くうなるような声がしました。ある日、弥吉が鳥居のとこに来ると、蛇は藁が抜け落ちて痩せ細っていました。蛇が言います。弥吉よ、おらの尻尾についてる板を外してくれねえか。弥吉が黒い板を引っ張って取ったとき、雲の切れ目から稲妻が光り、蛇からも一筋の光が出ました。弥吉よ、いつも下ばかり見てねえで、たまには上向いてみろや。そらいいぞ。弥吉は満足でした。後にも先にも空を飛んだのは弥吉の蛇だけだったのですから。その後蛇に励まされた弥吉は、蛇ねじり作りや米作りに一層励みました。柿の木にある女体神社には、北向きに建立した秘話がありました。草加の中では最も古くから開発が進んだといわれる柿の木地区。そこに伝わる伝説をご紹介しましょう。江戸時代前の天正時代、筑波山の近く、今の茨城県常総市石毛に豊田城がありました。そこの城主豊田春親は家来の謀反にあって天正3年討たれてしまいました。一族の全滅を恐れた春親の奥方と子供は家来ともどもここ柿の木の知り合いを頼って落ち延びてきました。そして筑波山を望む北向きの女体神社を建立しました。豊田城は今、筑波山を望む五海川のほとりに石碑だけが建っています。